皆さんこんにちは、チョコバナナです。今回はこちらのミニオンのロリポップを作っていきたいと思います。用意するものはスポンジ、ブラックとホワイトのチョコレート、ポッキー、青、黒、白のチョコペン、黄色の着色料、銀のアラガン、生クリーム。それでは早速作っていきましょう。まずはスポンジをおろし金などでできるだけ小さく切っていきます。ブラックのチョコレートを湯煎で溶かしていきます。こちらはスポンジに加えるので半分でいいと思います。溶けてきたら生クリームを加えていきます。様子を見て加えていくので決まった分量っていうのはないんですけど、私は 80ml ぐらい使いました。このくらいトロトロになったら大丈夫だと思います。そしてこのチョコレートをさっきのスポンジに入れて混ぜていきます。まとまってきたら大体大丈夫だと思います。続いてはホワイトチョコレートを先ほどと同じように瞬で溶かしていきます。ここに生クリームで溶かした黄色の着色料を加えて混ぜていきます。先ほど作ったスポンジをラップに取ってすぐ丸めます。大体丸まったらポッキーを刺して形を整えていきます。ポッキーはイチゴの味じゃなくても全然大丈夫です。そしたら周りに黄色いチョコをコーティングしていきます。熱したスプーンで形を整えていきます。チョコペンで顔を描いて完成です。皆さんもぜひ作ってみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。